どうも、しょうらです。マイクラフト実況前回の図からやっていきたいと思います。今回なんですが、とりあえず、マイクさんが発見したダンジョン、行ってみたいと思います。冒険や冒険。ついに冒険の日が来た。ワックワク系。ワックワクやな。途中で、あれあれや。レッドストーンがないとあかん、とりあえずあったら。レッドストーン？レッドストーンじゃん。雲の目からレッドストーン忘れた。レッドストーンは誰も持ってんのじゃん。これ持っとる。あ、あれゲットしたんですよ、どっかで。あ、でもレッドストーンあるけど、あそこの俺、前の鉱座に置いても取るよ、多分。俺も装備編ばっちりや。ツルハシがいっぱいいると。結構いかな。ツルハシがとにかくいるやろ。松明もいるな。松明、これすごい、30。ベッドあそこに。ベッド。フェイスゲートいらんの。松明か。松明少ないな、ちょっと。斧。少ないな。ズルハシがいるんだ、とにかく。ドア。いらん。シャペルもいらん。棒いるわ。ウール。ウールいるな、これ。ベッド作れるの、ウールで。で、あれがいるわ、鉄のツルハシ、バケツ、鉄のツルハシいるね。鉄のツルハシ、鉄のツルハシいっぱい持っとうか、大丈夫。俺も一個ちょうだい、それやったら。え、鉄のツルハシ、もうまたな。なんでまたやねん。またあげるって、ほんまに。いや、その時来たら。いや、その時来たら、そんな一等人さっき俺作っとくわ。あ、俺地図あるけど、いらんか。よっしゃ、冒険やな、冒険。とりあえず火起こせるやつ持っていった方がいいな、ちょっと。丸石いらんの。ラピスラズリいらんのよな、別に。とりあえず、鉄で。レッドストーンちょっとあれやな、取りきたいとこやけど、まあ、ええか。良さ持ってんの。ちょっと俺、鉄作るわ、鉄装備。鉄装備作ってまん。鉄装備って言うな、鉄のツルハシや。ウール、ちょっとベッド作っとこ、これ。みんなベッド持っていっとこな。とりあえずもう。じゃあな。うん、もう寝れるように、ここで。ベッド、ベッド。ベッド作っとこ、俺もう、ここで、あらかじめ。ベッドをゲットしていくぜ。もう板足りん。この菓子の板毎回足りんねんけど。菓子の板持っとる誰か。ほんまないんやけど、菓子の板だけ。ジャングルでは菓子の板がまるでない。板？うん。菓子の板ほんまないんやな。ジャングルの木の板あったあるわ。あった？一個だけあるわ。前さんに取られた。え？持ってかれた。あ、何もしてんぞ。鉄鉱石一個だけやから。あ、いけるわ、これで。いった、ベッド作った。あと、作業台も作っとくわ、俺。かまどと作業台、どっち持っとくわ。チェスト、チェストは持っていっとくわ。はしごいるな。はしご58個。鉄の通はしもう一個持っていっとこう。松明だと。で、できるだけ荷物を減らしておきたい。鉄俺全部作ってまうからな。松明、木炭か。松明誰か持っとん。松明俺持っていっきょうで。何個？100個ぐらい。100個ある？40個ぐらいある俺。いや、いけるわ。俺はしごは50個ぐらい。俺チェスト持っていった方が大丈夫だと思う。あと作業台とかまどと。ほう。だからもう多分何でも作れると思う。ここで。向こうで。まあ、行くか、じゃあ。行きますか。時間ももったいないし。いや、だから俺チェスト作ってからね。チェストだからもうええって、もうあるやんか、向こうに。でもええか、行くか。行こう。作るわ、じゃあ。何を？いや、チェスト。もうアイテムいっぱいやけど。俺、金の剣作っていいかな？金の剣。いいんちゃうんすか？金かっこいいしな。俺多分、レッドストーンとかあっち置いとくとはな、多分全部。向こうのチェストに。まあ、ええわ。金って他何に使えるんやろ？金装備できる。金の剣を作った。金の剣作った。あ、耳ないんじゃない、剣なんか。いるか。かっこよくない、でも。ただそう、金したの。うん。かっこよさ。よっしゃ、行こう。マイスさんとこう。めっちゃ豚おるやん、そうだな。倒した親。ちょっと豚狩りに行こう。この金の剣で。2匹以上、なんか動物入れたら繁殖していくらしいな。うん。豚は適応させたい。うわ。あ、おみそごめん。痛い。邪魔やった。あれ？
シもおる。俺も多いな。豚狩りしたいな。よっしゃ行こう。まあでも食料あるからな俺。持ってきとる。行こうぜマイスさん、早く。どこだ。マイスのダンジョンどこや。こっちから行けんですよ。どっちやマイス。そっちからなん。変動早く切らんかい早く。じゃあ行くぜ行くぜ。どこだ。どこよ。どれよ。教えてそれ。さっき。これタイムズ。おお。もうタイムズ。変なとこ出とうな。うわ。何これ。え？すげえとこやなこれなんか。ごっついな。もうほんまダンジョンやね。水引いてあるやん。水引いて座れやがって。えなこでこれ戻ってくるのめんどくさそうやな。あーちょ、溺れる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 やん。なにこれなにこれなにこれそのまま行ったんやん。確かえ、行ってんこれほら下に下、出た下でそのまま下に行ってどうしてた恐ろしいなやばすごいダンジョンやばい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 あ、出た来てくれすげおーいすげえダンジョンやなこれ、ようたどりついた。ようたどりついた、そこから海を踊る。すごいな。すげえダンジョンやな、これ、ほんまに。ダンジョン来た。映画の中の世界は水くぐっていかなあかん、ダンジョン。お、階段あるもんな。ほら、やばい。石レンガ。鉄のドア。レッドストーン、ボタンスイッチを使う人があるって書いてあるな。レッドストーン持ってたんや、俺。え、なんか、ぐるるるって言ったぞ。レッドストーン持ってたん。持ってた、あれ違う人に石レンガ。L1。破壊されると芝生フィッシュを出現させる。L2 か。わかんない。ただ一回これ壊してみて。金の剣持っとうから。あ、なかんの剣。金の剣持っとう。これでちょっと壊したらレッドフィッシュ出てくるらしいんで。そっちこれ。どこどこどこ？これ、この緑のやつ。お、それそれそれ。これだ、壊してみて。一回。ほう。するらしいで。なんか、折れへんなんか、ぐるるぐるる。いや、折れへん。どこにある？何も出てこへんで。もっと明るくつけた方がいいやろ、これ。まあ、ちょっと置いてよ。え、なになになに？シルバーフィッシュ出た。え、どこから攻撃した？え、どこ？なんか下おるで、下。下、おもる！マジで？やばい、攻撃された。倒せ、倒せ、倒せ。やったった。いや、まだおるぞ。オッケー。オッケー。なにあいつら。なんかチェストあるんやけど、ここに。あ、なんか入っとる。嘘。パン。お、レギンスや。ダイヤモンドも入っと。やったね。え、じゃあ多分もっと加工してやん、さっきのやつ。オッケーオッケー。まだあるってことなんですよ、この中に。シュ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 。ダイヤモンドゲット。まさか、そこ壊すぎたらあいつ出てくるわけですよ、あんまり。鉄のやつ壊したら、フィッシュのやつ壊したら。ぐるぐる。これ緑のやつ壊したらあかんねん。なんでこれあかんねん。使い方間違ったんだもんね、多分。めっちゃおもろいやん。L、L2 押しとるよ。あれドアがある。何のためのドアけこれ。前はもらっとこドア。テストがある。謎やな。何このドア。レッドフィッシュ壊してみようかな一回じゃあ。いた。出てった。倒した。なぜやろ謎。なんだこのぐる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 と。怖すぎやろ。これ壊してみよう。あそこ入りじゃないよ。入らないレッドストーン。ぐる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 言うとる。ダンジョンおもろいな。これなんか先ないんこの。こっちはこっち。なんもないん。なんか、え？前さんか。扉あるやん、扉。ここに。あ、なんもないんか。行って、終わり。え、これ、行き止まり？そういえば、ここって。あとなんか扉があるやんな、確かに。あ、開いた。え？どこ開いた？開いた。なんもない？え？
入っていってよ。おったんじゃん、これ。古いやん、これ。あ、なんかあったぞ。こんなことせんの、ここは繋げた方が早いんじゃん。確かに。あ、鉄のドア発見、もらった。ボタンもらっていこう。なんだこれ。水や、水来た。え、水来た。なんで、なんで、わからん。水があるんちゃう。なんだよ、これ。ただの洞窟や。謎多いな。謎多い。水入ってった。まだ水や。チェストいらんかな。あえて持ってるんだ。今度別のとこに出して。どこやる？金は確か。金欲しいな。貴重な資源や。アイテム取れへんか、どうしようかな。もういっぱいなん。結構チェストとか持ってとか。こっちじゃん。どこだ？目印置いてへんのな。あ、これ金。え、上？あ、そこら辺のどっかの近くにあったもん。これか。あ、これ金や。え？これや。多分。あった金。あった？あ、ほんまや、金や。金なんそれ。鉄鉱石ちゃうよな。多分これ金や。掘ってみようか。前さんが掘り進めと道がある。あ、金やわ。地味やで取りにくいとこあるけど金やわ。鉄鉱石、これ鉄鉱石。オッケー、なんか楽しいな、ダンジョン攻略。あー、くそ、ややこしかった。とりあえず金鉱石ゲットしたけど全然ゲットいんかったな。じゃあ思ったよりダンジョンしょぼかったな。そうやな。でも正規ルート的にあの苔石のとこから入るんちゃう、普通は。もっとなんかありそうな前があったと。どうする？帰る？戻るか？どこから帰るの？これ？これ？こっち来い。行かれへんの？俺さっき行かしてくれへん。溺れるぞ、こんな。どこだ、前さん、これ帰れるの。全く分からない。俺は先導するわ。行って、前さん、じゃあ。帰るんですけど。これ、掘った方がよくない、上、じゃあ。ダメやから。なやこれ、分かれない、どこなの。あ、あった、植木だ。たー、いけたー、植木行こう、よっほー、いけた、植木だ。すごいな、この道。やばいな。いや、分かれへんもん。水入ってってさらに上がりにくいもんな。わけが分からへんな。正直わけが分からへんし。あれ、あ、落ちる。よく待ってくれてレベル。でもなんかもっとなんかあるんかと思ったら、もう分からへんかったな。謎のチェストがあったりとか。まだあの奥はあるんかもしれんけど、謎やな。ちょっとでも来にくいわな、ここちょっと。キャッシュ入れると作りたいな。うん。
俺一人取り残されとうわ。まあ上がってくれるわ、こうやったら。そうやな。上がりついてほしい、一応。よっしゃー。帰ろう。めっちゃ長いな、帰るまでこれ。お前せよくあったのか。迷ったな、こんなわけのわからん道。帰ってきやすい。どんだけ水のとこも行かなあかんのぐらい水のとこ続くな。なんかどっか出てった俺。お、よりや。ええ、え、あ、チェスト。え、吸着ピストン。なんかどこあるのよ。めっちゃ暗いぞ今。帰ろう、死ぬ前に。レッドストーンのかな。逃げるわ俺。退却、退却。これもう、これもう襲われて終わるパターン。いや、寒いやろ。おー、家があった。うめっちゃなんか坂、いろんなのつけてたしや。ほんまそれ。でもどこおるんや、坂。チェストがあった。なんかあった。マジで。だ、男女の中。男女の中。あ、そう、お前、探索しとったやん、坂。多分、男女の中、チェストがなんか置いてあるやろな。うん。そうや。いろいろ入ってたっぽいな。いらんもん捨てとこ。ドア開けっぱなしやん、危な。とりあえず俺は逃げ帰りました。いい感じで逃げ帰りました。テスト眠らしとこ、ちょっといらんやつ。大松金庫鉱石いらん。レン、石レンガ。痛い。さあどうしたん。え、スケさんがおる、スケさん。こいつって。スケ戦いよ。倒した。チェストあるんやな、ここに。なんだその赤と緑のやつって。骨ばっか入ってる。やばいな。なんだその赤と緑のやつは。これ、なんかレッドストーンの粉らしいで。粉？謎やな。ゲットした。帰ってきた。よーし、とりあえず怖かった。ああ、危なかったわ。夜は怖いわ。何これ。石の斧、斧、斧、作業台。箸の木か、いらんな。オッケー、これでよ。あ、結構かかりそう。痛い。かかりそう。てか、どこここ。とりあえず俺は、あれかな。試練がめっちゃゲットしたな。金。痛い。鉄。トラップがめっちゃ仕掛けてある。ダンジョン、あれやな。バーで。一瞬地図広げてくれへん、誰か。ないわ。一ピー地図あるね、そこ。見えんわ。俺もなんか、あれやわ。ないみたいやわ。いや、一ピーが今も取った。ヒカルが。え、どれ？取った。ウィーミー、それ。それ。お前、俺知らんぞ。たかなかった。お前、気づいたよ。たぶん、何をするって、俺が。帰ってこられへんで、早瀬な。一瞬でいいわ、一瞬で。だからまた人のせいにしようで。俺はまた。この方角やな。助かった。これだいぶ借りつけた。そうやな。さっきの。だから帰ってこないこと俺のせい、あのせいみたいに言い出してたな、だからほんまに。責任転嫁しておるじゃん。自分が迷子になったくせしやがって。そうやな。ほんまに。ほんま困るで。地図持ってへん言うたらほんま困るな。なんでそれが地図持ってんの。誰かに殺されて落とした。てか奪われた。いやでもそれ殺された原因が作ったら高い。地図メールめっちゃ上がった。あ、服の方が上がるやろな。出てった。え、出てった。なんか出てった。でも服めっちゃ上がった。最高。痛い。つけや、つけや。おるや。やばいやばいやばい。え、てか朝じゃない。朝やな。朝や。とりあえず延べ棒や。
なんかいっぱい拾って帰ってったで。金鉱石ゲット。延べ棒ゲット。金何個ゲットしたの？延べ棒。結構ゲットした。ダイヤモンドどうやって加工するんやろ。一緒じゃん、あれ。加工せんでもいいや、ダイヤモンド。これよ。あ、剣作れる。ダイヤモンドな。まあ、それは俺らもでも作れたからな。ダイヤモンド欲しいな。ダイヤモンド、結構、外だもんな、あそこで。でもあんまなかったと思う。10個もなかったじゃん。うん。だってタワーで2個やからな。え？金の延べ棒。体力ってあんまりクラスだったな。レベル10いったし。多分強なったってことやろ。メイロも強なったし。あと、これなんで火ないのに燃えたの今。火？バグちゃん。燃料ないのに燃えたんやけど、ほら。残り火かな。あ、そうやと思う。あ、木炭かなんかの残り火やと思う。あれ？だからあいつどうしたん？牛。牛どっか行った。どっか行った。ちゃんと入ってへんかったからな。うん、やばい。せっかく取られて牛やな。あ、言うても牛がいつでも手に入るやろ。そうやな。どうやって手に入れたって。なんかやった。なんか小麦やったら捨てたで。小麦か。今回いっぱいゲットした。そう。収穫の多い男女やったな。そうやな。とりあえず俺も鉄系の装備作っとこうかな。作った方がいい。あいつらにやられたらレベル1に下がるし。ボタンももらったしな、ボタン。なんかそれ専用のチェスト作っとこう。骨や。あれ。オッケー。作れた。これだいぶ作れる。どうなったんじゃ、これ多分。バケツ作れるんや、これ。レッドブレイド。あ、時間や。実は用具ミルクを貯めて移動する。作っとかん。防具ってこれ耐久度ないからいいよな。いいな。うん、死なへん限り持ったよ。そうそう、それはええなと思うわ、ほんまに。耐久度あるやつでもちょっとめんどくさいなと思うもん、ね、よーし、とりあえず、カード帽子いらんな。まあ一応死んだ時は解くか。鉄の延べ棒が、金鉱石な。どうしような。チェスト。レンガいらん。オッケー。もう収録上がった。俺も5ぐらいあるわ。めっちゃ高いな。鉄結構3つ作れたからな。鉄3つ作った。3つ作ったな。あ、それは高いな。まあ、でも金も作れないけどな。マジで？金だってあそこの奥の倉庫に残したもん、俺金。あとダイヤモンドと。確かに。うん、あれ作れるやん。なんぼかは。多分。まあでもそんないらんやろ。まあ十分やん、今で。うん。な、言うの強い敵今んとこ出てってないしな。強い敵巡り合いたいもんやな。うん。そやな。あ、鉄のレギンスゲットしたんやった。装備してみよう。レギンス。あ、レギンスだけ俺持ってんよ、そういえば。鉄の。他持ってんやけどな。ケイとかも結構、鉄鉱石もレアやもんな。そやな。何が見えるようになったら、ここからね。エルツ押して使えるじゃん。エルツ押しとるよ、ほら。なんもなくない？ R2 で攻めかな？見たいんじゃん、また。R2 かな？攻めれる確かアイテム画面かどうか。見れるけど。見てんやんじゃん。ほら、太陽と月の位置を表示するって書いてあって。え？なるほど。なんか、ちょっと見れるんじゃん。これよ。うっすら見えるんじゃん、地図みたいな感じで。地図もこれ使いにくいもんな、結構。わかりにくいな、地図は。じゃ、一旦終わるか、もう一旦。そやな。めっちゃ変わったよ、確かに。鉄面に装備してる。見た目が変わったな、確かに。ほら、鉄面やね。顔が見えへんもんな。見えへん。見て、金持っとる俺。金装備。ん？あ、寝られへん。びっくりした。引火したんか、じゃあ終わるか、一旦。一旦終わりましょう。はい、というわけで、とりあえず、じゃあ一旦、終わって、次またこの続きからやっていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。